で、このエアローターの軽いその低感性のローターはもうローターが軽いからリトリーブ感度が高くて、このリトリーブ中のその違和感みたいなあたりが浮き出てくるんですね。すっごい不利な条件なんですけど、当たりってもうちゃんと感じ取れてるんですよ。でこれやっぱりそのタックル、まあ特にこのリールが軽い、っていうメリットっていうのはすごく大きいですね。アジとかメバルとかっていう釣りってナイトゲームも多いので、そうなるとこのタックルからその情報を得ないといけないですよね。でそうなるとやっぱり軽い巻きの軽いリール、重量の軽いリールっていうのはすごくアドバンテージになりますね。今も巻きながらの釣りなんですよ。こういった時はやっぱり軽いリールっていうのはすごくいいですね。さあ来ました。よいしょー、イエイ、デイヤジング。いやー、やっぱりこの SF はすごい軽くて、今の釣り方だとまあ割と足元だったんですけど、なんていうかな、もう巻きも軽いし重量も軽いし、もうタックルのそのトータルの感度っていうのがものすごく高いですね。